剣レジェンディスク。うっしょー、何これ。地下の基地への入り口だ。地下の基地、俺たちにも基地は必要だからな。ぜ、いつの間に。この程度は朝飯前だぜ。あ、イサミに侍チームだ。イサミ、元気？飛びよう。忍びチームのみんなも。トランスフォーム。新しい仲間を紹介するぜ。彼はオートボットの司令官オプティマスプライム。悪の軍団ディセプティコンと長い間戦ってきた正義の戦士だ。へえ。レジェンディスクを私が解析した結果、ディスクは全部で5枚。1枚はドラゴトロンが自らの体に取り込んでしまっている。2枚はイサミ君とトビオ君の元に。そして残り2枚はなんと現代にはなく過去に飛ばされているということが分かった。過去？どうやら前回の戦いの中で見た戦国の世界はただの幻影ではなく、過去にあるレジェンディスクのパワーに引き寄せられ、一瞬だけタイムスリップして見えたものだと考えられる。じゃあこの時代で探し回ったって見つからないってことじゃない。またタイムスリップするの？それはできない。なんだよ。俺たちの力だけじゃできないが、トビオのディスクと過去にあるディスクがまた引き合えばタイムスリップは可能かもしれない。タイムスリップか。なんだこの光。その光の示す方向に何かあるのかもしれないな。よし、行ってみよう。レジェンディスクのパワーが干渉し合い引き合うってわけ。どうした？なんでもないわよ。それよりドラゴトロン様はいつ頃復活しそうなのよ。自己修復装置の動きが今一つでな。ふーん。ま、どっちにしてもあのガキのレジェンディスクは私のものよ。あ、さっきより反応が強くなってる。ということはここがタイムスリップポイント。このディスクいただきよ。わからない。奴らはどこ行った？猿たちがびっくりして逃げてく。うわ、人間だ。ディスクの持ち主かもしれない。追うぞ。おい、なんて早いんだ。見事な猿飛びの術だぜ。何？どういうつもりだ。それはこちらのセリフ。我が里にそのような巨大カラクリ人形と共に現れ、何をするつもりだ、子供。あ、いや、落ち着いてよ。俺たちはこれと同じディスクを探してるんだけど。それは伝説の鏡。やっぱり知ってるんだ。あなたはどなたさんですか？我が名は風魔小太郎。風魔一族が棟梁。風魔小太郎って俺のご先祖様？もしかしたらこれ持ってる？だとしたらどうする？ください！それがないと未来が、この地球がまずいことになっちゃうんだよ。家宝の伝説の鏡を渡せというのか？俺はあなたの子孫の風魔トビオです。この地球の、いや世界の平和を守るためにプレダコンと戦っている正義の味方です。いいだろう。欲しければ私から奪ってみせろ。それができればくれてやろう。よーし。お手伝いいたす、親方様。親方様？大丈夫だって、相手は人間なんだぜ。ここは親方様の俺が何としてもディスクをいただいてみせるって。仲間の力を借りずにできるのか？にゅっふっふ。ああ今だ。うわあ。見せてみろ。ブーストピヨーン、レジェンディスクいただき。やはりお前に伝説の鏡を渡すわけにはいかんな。あ、おお、ディ
正義の味方を名乗る者が相手を騙し奪おうとするとは情けない。確かに騙すのは良くない。オイラもそう思うっち。さらには仲間の力も借りずに己一人の力で何とかなると思うような愚か者が世界の平和を守れるのか。さあどうすればいいんだよ。お前の偽りのない心、正義の心をなぜ見せぬ。悪の心ならいくらでも見せてあげるわよ。ディスクをよこせ。トランスフォーム。トランスフォーム。トランスフォーム。衣装弾大ビル十字手裏剣。もうこうなったらパワーアップしたブラックジャキ合体を見せておやり。力も借りずに己一人の力で何とかなると思うような愚か者が世界の平和を守れるのか。そうだ、仲間の力だ。先生丸、炎を消してくれ。承知。俺は水のサメに潜水丸だ。よし、今だ。自らの危険も顧みずこの親子の命を救おうとしたその姿、風魔トビオ、お前の正義しかと見届けた。受け取れ。小太郎さん、忍びチーム、これ以上奴らの勝手にさせるな。合体だ。その心を受け止めた。激闘丸、衣装丸、潜水丸、いざ三条合体。衝撃で
どこか違う時代に飛ばされたのかもな。せっかく小太郎さんがくれたのに。レジェンディスクは手に入らずとも、小太郎殿から弱き者を助ける正義の心を授かったではないか。正義の心か。うん、そうだね。そうなり、正義の心があればいつか必ずレジェンディスクは手に入れられるなり。そうだよな。頑張ろうぜみんな。おう。ではまずいなり。さらに新しいトランスフォーマーが現れた。それって敵？味方？次回、三条合体トランスフォーマー5登場、新たなる戦士。